ホーチミン市民劇場、またはサイゴンオペラハウスは、ベトナムのホーチミン市にある劇場である。ベトナムのフランス植民地様式の建築物の一つ。フランス人建築家、ウジェーヌ・フェレにより、オペラドサイゴン劇場として1897年に建築され、1956年以降は、南ベトナム共和国会議会の議場として使用された。 1975年以後は再び劇場となり、1995年には改装もされている。1915年当時の市民劇場パリ、プティパレのファサードホーチミン市民劇場は、1901年から1911年にかけて建設されたハノイ歌劇場よりも規模が小さい。パリのオペラガルニエに似せた800席を有する劇場として建築され、 フランス人入植者らを楽しませた。建築的特徴は、フェリックス・オリビエによるところであり、エルネスト・ギシャールとウジェーヌ・フェーレ監督のもと1900年に完成した。フランス第三共和制の影響を受けた、華やかなフランボワイアン様式で、そのファサードは、同年に、フランスに建築されたプティ・パレに似ている。劇場には、席の中心となる木座橋に加え、さらに二つの上階があり、 一時は1800人を収容することができた。悲鳴、装飾、家具類はすべてフランス人作家の手によるものがフランスから運び込まれた。劇場のファサードは以前のホーチミン人民委員会庁舎同様にフランボワイアン様式の銘やレリーフで飾られていたが、あまりに華やかだという批判も浴びた。1943年に装飾の一部が取り除かれたが、 1998年最後の300周年を記念して死が復元に取り組んだ。現在の劇場は500席を有している。高知市が攻略後の1863年、フランス人入植者らは劇団を最後に招き、パレド・ロルロージュにあったフランス海軍大将の別荘で、フランス軍に向けた公演を開催した。この場所は、現在、ドンコイ通りとグエンドゥ通りの角にあたる。 しばらくの後、現在カラベルホテルが立つ場所に仮設劇場が建設された。1898年に新しい劇場としてサイゴンオペラハウスの建設が開始され、1900年1月1日に完成した。第一次世界大戦と第二次世界大戦の間、フランスからサイゴンに訪れる劇団の往復の移動費を含め、すべての費用は、 高知市な総督支配下の現状が負担した。成長する中産階級の余暇のために設計された劇場にも、かかわらず、劇場に人気はなく、市内にはナイトクラブやダンスホールが急増した。この期間中には、コンサートやベトナムの伝統芸能、カイルンの公演が時折、催されただけであった。劇場のファサードに対する批判、高騰する運営費を鑑み、 現朝政府は劇場をコンサートホールに変えようとしたが実現されることはなかった。代わりに1943年彫刻や像など装飾を取り外すことによって劇場はスッキリした姿になった。1944年大日本帝国陸軍に向けた連合国軍の空爆を受け劇場は機能しなくなった。日本が連合国に降伏するとフランスは 高知市内に戻った。1954年、フランス軍はディエン・ビエン風の戦いでベトミンに降伏、同年ジュネーブ協定に合意した。この時劇場は北、ベトナムから避難してくる一般フランス人の一時避難場所として使われた。1955年、劇場が修復されて、ベトナム国の、ついで、ベトナム共和国の会議場となった。 1975年のイゴン陥落の後、再び劇場として使用されるようになった。1998年には、ゴン創設300周年を記念して、劇場のファザードがオリジナルの形に戻された。ありがとうございます。